お疲れ様でした。早瀬監督です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。残念ながら禁断に1対5ということで敗れて優勝ならずということでしたけど、今日はそうですね、本当に目の前にチャンスがありながらという中で、今悔しい思いをみんなしていると思います。で、昨日引き分けて12回やって引き分けてから、今日新たに選手が投手投げさせましたけども、この辺のこう先発とかいろいろ悩みってどうでした、ピッチャー陣の起用というか。そうですね、ピッチャーの起用は非常に悩ましいところだったんですけども、その中で、それぞれが少しずつ成長して、持ち味を出してくれるようになってきたんで期待して出したんですけどね。で1回と4回にそれぞれ1点取られました。関大としてはその裏満塁のチャンスがお互い1本出ればというところだったんですけど。そうですね、もうあの回と、初回ですね、初回のワンアウトがあるところで、結局チャンスのところで三振するケースが目立ったので、その辺が大きな課題としてだかなということですね。なんかちょっとこういつもよりも少しちょっと緊張感もあって、選手少し硬かったかなという感じもありましたけど、どうでしょう、監督。昨日の引き分けで吹っ切れたかなというふうには思ってはおったんですけど、なかなかそうはいかなかったというところですね。で、勝ち点4ということで並んだんですけども、本当に一つの差という、いっぱい差というところだったんですけど、いっぱいの差というのは、やっぱりリーグ戦はそう簡単には、優勝はそう簡単にはできないというのを改めて感じさせてもらいました。で、金丸投手が同志社戦から投げられないというところで、本人先ほど言ったちょっと1週間もう1週間あればっていうようなことも言ってましたけども、他のチームも、故障者が出たりとかこうしたところもあるんで、その中で、いかに、勝つかと、勝てばまたたくましくチームがなったり成長する選手が出てくるということなんで、それを目指してやってはおったんですけど、なるほど。逆にこう田中選手でもなくても戦えるぞっていう手応えも監督さんの中でこうピッチャー陣育ってきたなという感じはどうですか。そうですね、ピッチャーの方は、たくましさも少し出てきたし、特徴を、持って、成長しているというところがこう見られたので、それを次につなげるためにも、しっかり練習トレーニングしていかないとというふうには思いますね。なるほど。で、ベストナインも発表されて、富山選手ホームラン2本打ってということで唯一三塁手で選ばれましたけど、富山選手のこう、パンチ力とか打力も非常に魅力的だなと思ったんですけど、いかがですか富山選手。そうですね、フルに富山アルソの先発で出て、それなりの成果を出してくれたんで、ただ今日の初回の三振とかですね、そういったところも埋めていってくれたらなというふうには思いますね。なるほど。でもう一つ7、8番の佐藤選手、田中選手、この辺も非常に高打率を残してというところで非常に心強いですよね。どうですか。前半特にこの2人が非常に試合を、流れを作ってくれたというのが、ありますから、秋にも期待ができるかなというふうには思います。あと、もう一つ言えば4年生の中井選手、高田選手、もう一つ頑張ってくれたらという。4年生がね、悔しい思いを、してると思うんです。1番から4番までは4年生でしたし、特に前半ね、4年生のつながりがちょっと良くなかった。で後半ちょっと出てきたかなと思っているところで、また終盤ちょっと止まってきたかなと。で、有馬投手なんですけど、本当にピッチャーをよくリードしてというところで、打撃の方が、若干今日は2本出ましたけども、なかなかちょっと厳しいところもあったのかなと。どういうふうにこう今シーズン見られました。そうですね、やっぱり自分がカバーしないときというところが非常に強く、キャプテンですし出て少し気負ってしまったかなというところも感じるんですけど、守りの方は本当にうまくリードしてくれた。で28年ぶり春優勝というのが、本当に目の前まで聞きました。何なんでしょうか、このあと一歩というところは。どう感じられました。そうですね、リーグ戦でやっぱり勝ち切るというのは、甘くないということと、やっぱり軸になるピッチャーがしっかり必要な中で他のピッチャーもこう、カバーし合っているというような、
まあ守りも攻撃も軸になるのが、トータル、まあ 2ヶ月弱の期間の中で、っていうことになりますから、やっぱり軸になる投打が、しっかり起こってくれないとっていうのも感じているところでもありました。なるほど、分かりました。で、まあ、次も秋ということでも切り替えてというところなんですけども、どうしよう、秋に向けて、まあ、秋は、ね、去年も勝ってますしというところで期待感も高まると思いますけども。そうですね、まあ、この悔しい思い、特に4回戦してると思うので、もう最後のチャンスの秋に向けて、まあ、スタートも切られているというふうに思ってますから、これからどう取り組んでやるか、そうですね、分かりました。で、最後に、まあ、応援団とか、まあ、熱い仲間が毎試合練習すごいしてくれました。応援、ね、まあ、応援団日本一だと思ってますし、まあ、スタンドも日本一だというふうに思ってるので、その、ね、力を後押しを受けながらここまで戦っているので、本当に感謝してますし、東京出ますが、本当に、戦いた一緒に戦いたかったんですけども、それができなくて非常に残念です。すごく悔しい結果になってしまいましたけども、まあ、振り返られていかがでしたか。この近代戦に関しては本当に力負けといいますか、まあ、自分たちの思い描くような野球ができなかったというところが、はい、今日も昨日もそう、一昨日もそうですけど、まあ、勝ち点を取りきれなかった要因なのかなと思います。チームとしても何度もチャンス作りながらあと1本があというところもありましたけども、その辺というのは秋に向けてやっぱり出していかないといけないかも。まあ、これまでに関してはやっぱり打者陣が奮起して、かなり点数を取ることができて、まあ、ここまで勝ち進めてこれたというところもあって、まあ、最後優勝にかかる、まあ、近代戦に限ってやっぱりなかなか選手たちの緊張感もありましたし、思ったような結果が出せない選手たちがやっぱり多くいたので、そういう緊張感の中でやっぱ結果を出せる選手になろう、まあ、そういうふうなミーティングは、はい、先ほど行ってきました。この春で見えた収穫だったり課題だったり、どんな春でした？ピッチャー陣に関しては本当に金丸を欠く中、同社戦とこの近代戦と本当に最初失点に抑えて、まあやってくれましたし、そこは一つ大きな収穫だったと思うんですけど、やっぱりまだまだ、ピッチャー陣のレベルも上げていかないといけないし、今回の、春の試合に関しては、打者陣が助けてあげれるシーンが多くて、ピッチャーも楽に投げるシーンが目立ったと思うんですけど、本当に秋に関しては逆になる、立場逆になる可能性もありますので、ピッチャー陣はピッチャー陣のレベルも上げないといけないですし、打者陣は、今季以上に、しっかり打線を奮起できるように、また夏から、この経験を生かしてやっていけたらと思います。個人としてはどういう話でしょうか？キャプテンに就任して、チームの4番も打ちますし、キャッチャーでそのままというところもあったんですけど、あまり思うような結果が特にバッティングに関しては出すことができなくて、本当に悔しいシーズンになったんですけど、これまで冬取り組んできたことは、自分の中で、少しずつ形になってきていると思いますし、あとは本当にリーグ戦に向けての調整の仕方をもう一度見直して、やっていけたら、このやっぱ春の悔しいシーズンは来季に生きてくるのかなというふうには思っています。近代と一敗差というか、そのちょっとした差だったと思うんですけども、その差というのはどういうふうにこう感じられました？やっぱり自分たちの中でその勝ち点制になったので、その1戦負けても、次があるって、そういう気持ちでやってきたところはあったんですけども、やっぱりこういうふうに勝ち点じゃなくて、勝率で負けてしまう、そういったところでやっぱその1戦1戦の重みっていうところをやっぱり感じましたし、近代に関してはその、多分初戦立命館に落としてからもそのやっぱり諦めずにといいますか、その1戦1戦しっかり戦って、やっぱり負けない試合が多かったと思うんで、そこが自分たちとは違って、その相手が一番弱ってだった部分なのかなと思います。9回にやっぱり最初失点でやり、しのぎ難しさというか、そういう感じたんじゃないかな。本当に河野に関してはまだまだ成長するところはあると思いましたし、
あの場面でどのピッチャーが立っていたとしても本当に独特な雰囲気だったと思いますし、やっぱここを抑えれば次なんとかっていうところだったと思うんで、本来のピッチングができなかった、本人が一番悔しいと思うんですけど、本当にやっぱり最終回の9回の3つのアウトを取るっていうところは、表も裏もそうですし、勝っていても負けていてもそうなんですけど、本当に難しいなっていうふうに改めて思いました。ボールが続いちゃったのは、終わったばかりで、この辺に原因、メンタルの原因があるのか、それとも、本当に際どいところに投げに行き過ぎたのかなっていう風な印象はあって、自分の中でストライクかなって思ったボール、川野本人もストライクかなって思ったボールもやっぱりその審判にはボールで打ってしまった、やっぱりあの場面でそのランナー出したくないっていう思いから、ヒット打たれたくないっていう思いから、厳しいところを攻めていってたとは思うんですけども、結果それが裏目に出てしまって、ボールが続いて、3者連続で、ああいう形でその四死球でチャンスを与えてしまったところが、やっぱちょっと、なんていうんですかね、本人も悔しいと思いますし、反省すべき点といいますか、やっぱりあの場面ではヒット、やっぱりなかなか点数につながりにくいと思いますので、フォアボールよりもヒット、そういうところでやっていけたらよかったのかなって今、思います。チャード投手です。残念ながら近代に敗れてというところで28年ぶり V ならずということだったんですけど、今日、2番手で投げられました。どうですか、今日試合振り返って。負けられない試合ということで、今日の試合思いかける思いというのは4年生ですので人一倍強かったと思います、とりあえず負けて悔しいの一言に尽きると思います。本当に勝った方が優勝というところで、投手陣の中でも、リーダーとして、試合前にいろいろ話もされたのかなと思うんですけど、どういう話とか、コミュニケーションだったりっていうのか話されました？特に変わったことはなく、いつも通りやれば、勝ってきていますので、大丈夫だというふうな形で試合には臨みました。近代戦、昨日も延長12回で、もう本当投手をつないでということで、本当に投手も非常に疲労してたのかなと、そんなこと言ってられないって言ってられないんですけども、どうでした、その体調面だったりその辺あたりっていうのは。正直体の疲れとかそういった部分に関してはかなりあったというふうに思うんですけども、一戦目終わった後にですね、山口投手コーチの方から底力を見せつけてくれというコメントがあったので、それに全員が応えてくれる形になったのかなというふうに思います。なるほど。延長、昨日の前ってことですね。そうですね、先ほどが山口投手コーチの。なるほど。そこでちょっと一つ奮起してというところで、昨日は本当に2対2で延長12回で引き分けとなりましたけども、で今日、茶谷選手5回から登板というところだったんですけども、3回を投げてピシャッと抑えました。どうでした、ご自身のピッチングに関しては。出来としては非常に良かったというふうに思いますけど、なかなかその攻撃で点数を取れる流れを持ち込めなかったというところに少し悔しさが残るかなというふうに思います。なるほど。で、残念ながら最後向かうのとちょっと、フォアボール出してというところで残念ながらという結果になったんですけども、どうでしょう、今シーズン金丸投手は同社戦からちょっといなくなってというところで、他の全体でなんとかピッチャーしなければならないというようなところあったと思いますけども、投手責任者としてどういうふうにピッチャーをまとめてきたのかな、そのあたりちょっと聞きたいんですけど。はい、そうですね、当然先発という役割は金丸と押し田中と言いましたけども、各々誰が投げても抑える力量は持っている投手ばかりですので、自信持っていけるというふうに、思っていましたし、どうせマウンドに見送るときも頑張ってこいじゃなくて、行ってらっしゃいという言葉を心を念頭にというかね、意識してずっと声をかけ続けてきましたので、本当によく頑張ってくれたんじゃないかなと思います。なるほど。同志社戦と近代戦ともに本当にいろんなピッチャーが出てきて、経験の浅いピッチャーもいて、で本当によく投げたなというふうな感じがありますし、早瀬監督に話聞くと、やっぱ投手陣、他の投手が伸びてきた、そういうきっかけにしてほしいというような話をされてましたけど、どういうふうに感じられました、その投手は。もう本当に成長したのかなというふうに思いますね。特にどういう部分、ご自身に当たってはどういうふうなところが一番成長ポイントになったのかなというのを感じられました。マウンドに向かっていく覚悟という気持ちの問題だと思うんですけど、そちらの方もですね、もう特に技術が成長したというふうには今のところ個人的には感じてないので、心構えとですかね、うまく言葉に表せないですけど。なるほど。で、どうだったでしょう、終わってね、ミーティング選手同士でされたと思いますけども、茶谷投手から何か話とか。
でも私の方から特に周りはからもミーティングという形で進んでいました、うんうん、なるほど。こうどういう話をこう具体的にされてたのかなと、まあ、言える部分言えない部分もあると思いますけども、まあ、その最終戦負けたからどうこうというミーティングはなくて、いつも通りその試合の場面場面ごとにこうするべきだったというような話を、していました、ね、秋当然リーグ戦またありますので、それに、つなげられるような、ミーティングを、まあ、うん、ありま含めて意識してみられてたんじゃないかなというふうに思います。うんうん、でも本当に例えば投手陣も含めて、秋に向けてという意味では、まあ、この春で残念ながら優勝はできなかったんですけども、うん、まあ、一つ手応えみたいなところもあったと思うんですけど、どうでしょう。そうですね、あのリーグ戦正直あの経験浅い、私含めて経験浅いピッチャー多かったので、うん、なかなか勝ち方とかいうふうにはあの初めイメージつかなかったんですけど、うん、今季を終えて勝つ時の雰囲気とか勝ち方であったり、負ける時のその負け方であったりだとか、あのそういう部分があのしっかり見えてきたはずなので、個人おのおの感じている部分もあると思いますので、まあ、秋はより一層あのいい形で臨めるんじゃないかなというふうには思っております。なるほど。で、まあ、あえて聞くんですけど、まあ、あえて課題をどうですか、次に向けて本当に勝つためいっぱい差だったじゃないですか近代に、はい、この差をやっぱ埋めていかないといけない、さらに超えていかなければならないってところあると思いますけども。そうです、もう単純な数字で被安打の数というものが、うん、2戦目に関しては3倍ありましたので、うん、その打たれるのは仕方がない部分はあると思いますけども、こちらが打つ打たない関係なく減らす努力というのは投手として、うん、あの義務だと思いますので、できるだけ減らしていけるようなあの取り組みというふうな形を取っていくべきなのかなというふうに思います。なるほど、わかりました。最後にも茶谷投手にとっても最後のリーグ戦となりますけども、まあ、秋に向けてちょっと気が早いかもしれないですけども、どういうふうにしていきたいかというところを最後お願いします。はい、優勝を逃したというこの悔しさ、うん、これを忘れずにですね、もう投手陣一同もう全員が奮起して今度こそ近代を1点も取らせないピッチングを私含めてやっていきたいなというふうに思います。うん、富山選手です。まあ、残念ながら近代に敗れてというところで、2位となりました。はい、どうでした今日の試合振り返って。やっぱりもう最後勝てば優勝、負けるのなしという試合の中で、やっぱりこうチームのここ一番での弱さというか、自分も含めてですけど、そういうのがまあ出た試合だったのかなと思います。うん、でまあ、最終戦で近代戦で、まあ、勝ち点取ればもう間違いなく優勝という中で、非常にプレッシャーのかかる試合だったと思うんですけど、どうですかこの3戦という意味でも、その試合前だったりというとちょっと硬さがあったんじゃないかみたいな話もありましたけど。はい、まあ、そうですね、チーム自体も、まあまあ、今までも今回だけじゃなかったんですけど、ね、うん、この負けられない試合というのはずっと続いてたわけなんですけど、まあ、改めてこう優勝を目の前にした時、やっぱりこう硬さというか、うん、そういうのがやっぱりみんなどこかではあったのかなと思います。うん、で、まあ、近代戦はちょっと先制されるという展開から追う展開だったんですけど、はい、今日も1回に先制許したんですけど、はい、その後満塁のチャンスで富山選手回ってきました。はい、あそこで1本気持ち強かったと思います。はい、どうでした。そうですね、やっぱり先輩たちが繋いでくれたチャンスだったので、うん、絶対こうものにしなければならないという場面で、まあ、何も起こらなかったというか、まあ、自分のそうですね、まあ、弱さというかそういうのがもうしっかりと出た次だったと思います。うん、で、まあ、個人としての話になりますけども、まあ、本塁打2本、まあ、昨日おとといか、はい、もう打ちました。で2本ホームランを打って打率も3割7分8厘、はい、打撃6分ということで、まあ、ベスト9も獲得しました。今シーズン個人の部分で振り返ればどうでした。まあ、こう数字だけ見たときにはやっぱり自分でも3割っていうのを目標にやってきましたし、うん、まあ、長打を打てるようにっていう意味で冬も頑張ってきたので、そういった意味ではいい数字だったのかなとは思うんですけど、うん、まあ、やっぱりこうチームが優勝するためのやっぱ自分のバッティングだと思ったので、まあ、そうですね、チームが勝ちきれなかったっていう面では、まあ、これからもっとそうですね、チャンスで1本打てるようなそういうバッターになっていかなければならないのかなと思いました。なるほど。で、以前話聞いた時に、まあ、僕は伸び伸びと打てるみたいな話をされてましたけども、やっぱこう勝っていくにつれて優勝が近づいてくるにつれて、ちょっとプレッシャーというか、はい、ちょっと気持ち的にも変わってきたのかなという感じするんですけど、どうですかそのあたりは。まあ、そうですね、こう、プレッシャーというか、まあ、やっぱり
そうですね、やっぱり優勝が目の前にあるっていうのは、うん、まあ、意識してたかどうかは分からないですけど、やっぱりこう潜在的な部分でやっぱり引っかかっていたのかなと思います。とはいえ、まあ、本当に4割近い、まあ、3割7分8厘残せたっていうのは一つこう、まあ、シーズン通して出ましたし、一種の自信になったこともあったのかなと思うんですけど、このあたりはどうでしょうか。そうですね、まあ、このシーズン長く5節か5節振り返ってみて、うん、まあまあ、波は調子の波はあったんですけど、そう大きく、まあ、落ちることもなかったので、うん、まあ、そういう意味ではしっかり自分のバッティングは、まあ、できてたのかなという意味では、まあ、自信にもつながりましたし、うん、来シーズンにもつながるのかなと思います、うん。でまあ、同級生の金丸投手が、はい、前節からちょっと下線からちょっといないと投げられないというところで、はい、その辺はどうでしょう、気持ち的な部分で、やっぱエースがいないでも他のピッチャー頑張ってる、どういうふうな感じだったんですか。やっぱり、まあ、僕もそんなに経験があるわけではないんですけど、まあ、年下の新谷だったりとか、うん、まあ、僕と一緒に今年からまあ、ずっと大事な場面投げてるカーブだったりとか頑張ってたんで、まあ、金丸がいないって言っても、まあ本当にピッチャー陣よく頑張ってたと思いますし、その中でやっぱ近代戦は打者が振るわなかったのかなと思うので、まあ、金丸というよりは、まあ本当にチーム全体で、そうですね、勝てるようにというか、これからはやっていかなければならないのかなと思います、うん。で、まあ、近代、まあ、残念ながら春勝てなかったんですけども、はい、秋やっぱり強い、まあ、そういう印象ありますし、はい、去年も勝ってます。どうしようも次に秋に向けてというところで、また一つこう、ね、やっていかなきゃあかんというんですけど、はい、どうですか最後。そうですね、やっぱりもう、まあ、一つ上の先輩たちも最後の、次は最後ですし、まあ、その先輩たちをやっぱ神宮に、まあ、連れて行ってもらうんではなくて、やっぱ僕たちも下から先輩たちの役に立てるようにというか、そういう意味でこれから頑張っていこうかなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。